感動ナンバーアンダーライン愛のラップが話題沸騰。ボンクラッシュとのコラボで SNS が熱狂の渦に。デビュー時と比較。ダンスラップスキルが劇的アップしたナンバーアンダーライン愛の奇跡。ナンバー愛が一番という言葉が SNS で熱狂的な支持を受ける中で私たちが目にするのは、単なる一過性のブームではなく、真の文化的現象です。最近、TikTok アカウント、 ボンクラッシュによるナンバーアンダーライン愛の紹介ラップが公開され、ファンからの大きな反響を呼び起こしました。このラップは SN、SNS 上で急速に広まり、数多くのコメントが寄せられました。マジかっけえやんね。ナンバーアンダーライン愛がナンバーアンダーライン1、10巻単フ10巻単フ10巻単フなどの称賛の声が次々と投稿され、ファンたちの喜びや感動が一挙に表面化しました。だが、 ここれをただの音楽に止めることはできませんなぜこれほど多くの人々がナンバー・アンダーライン愛に心を奪われるのでしょうか。私たちが音楽やアーティストに対して感じる強い感情は、しばしば彼らが表現するものが私たち自身の感情や経験と共鳴するからです。ナンバー・アンダーライン愛の楽曲は、単なるエンターテインメントとしての役割を超え、現代社会に生きる私たちの心に直接触れる何かを持っています。 彼らのリリックは、若者が直面する日々の困難や葛藤、そしてその中で見出される希望を描写しています。それは、リスナーたちが抱えるうちなる感情や経験を代弁するものであり、共感を呼び起こします。これが、ファンたちが、ナンバーアンダーライン愛がノーアンデススパークと熱狂的に支持する理由の一つでしょう。しかし、単に感情に訴えるだけではありません。ナンバーアンダーライン愛は、 そのの音楽性やパフォーマンスにも独自の魅力を持っています彼らのダンスとラップのスキルは、公開されるたびに進化しており、ファンたちはその成長をリアルタイムで見届ける喜びを感じています。ダンスとラップのスキルが上がっててこれから楽しみ、赤いハートは、というコメントが示すように、彼らの技術的な進歩は、ファンたちにとって大きな魅力です。この進化は、アーティストとしての彼らの真剣さと努力の証です。 それは、ただのアイドルグループではなく、真のアーティストとして認められるための重要なステップです。さらに、ナンバーアンダーライン愛は、音楽業界全体にも新たな風を吹き込んでいます。彼らの新しいアルバム、ナンバーワンのリリースは、単に音楽の供給にとどまらず、ファンたちの熱意を再燃させる一因となっています。 ついでにナンバーアイの新しいアルバムナンバーワンの宣伝にもなってる泣き笑いをやゆサインという声が示すように、このアルバムは彼らの人気をさらに押し上げる要素となり、彼らのブランド力を強化しています。アルバムのタイトル自体が、彼らの音楽的な成功とファンたちの支持を反映しており、その内容もまた期待を裏切らないものでした。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がります。 なぜこれほど多くの人々がナンバーアンダーライン愛にこれほど強く共感し、支持するのでしょうか。その答えは、彼らの音楽が持つ普遍的なテーマとその表現方法にあります。ナンバーアンダーライン愛は、若者たちのリアルな声を代弁し、その声を音楽として表現することで、多くの人々の心をつかんでいます。それは、彼らの音楽が単なる商業的なプロダクトではなく、 リスナーたちとの感情的なつながりを築く手段であることを示していますさらに彼らの成功は SNS を通じたファンとの直接的なコミュニケーションによっても支えられています彼らは SNS を巧みに活用しファンたちとの絆を深めていますめっちゃ嬉しいですナンバーアンダーラインアイマジでかっこいいメガハートというファンの声が示すように彼らはファンとのコミュニケーションを大切にし そのフィードバックを音楽活動に反映させています。この双方向的なコミュニケーションは、彼らの音楽がファンたちの期待に依頼、さらなる支持を得るための重要な要素となっています。また、ナンバー・アンダーライン・アイの成功には、彼らの音楽が持つエスニックな要素やグローバルな視点も一役買っています。彼らの音楽は、日本国内だけでなく、海外でも高い評価を受けています。特にアジア圏において、 彼らの音楽は文化的な橋渡しとしての役割を果たしており、異なる文化圏のリスナーたちにも共感を呼び起こしています。このようなグローバルな視点は、彼らが国際的な成功を収めるための重要な要素であり、その結果として、彼らの音楽はますます多くの人々に受け入れられるようになっています。しかし、彼らの成功の背後には、いくつかの課題も存在します。ファン層の拡大に伴い、 彼らが直面すするプレッシャーも増加しています彼らは期待に依頼続けるために常に新しい挑戦を求められており、それが彼らにとって大きなストレスとなることもあります。また、SNS での人気が高まる一方で、アンチコメントや批判的な声も少なくありません。アンチコメント結構多いので、みんな良いもんは良いと認めてほしいわ、というファンの声が示すように、 彼らはそのようなネガティブな要素とも戦わなければならない現実があります。さらに、彼らの音楽がどのように進化していくのか、そしてその進化がファンたちにどのように受け入れられるのかも、今後の重要な課題となるでしょう。彼らの音楽が成長し続けるためには、新しいアイデアやスタイルを取り入れる勇気が必要ですが、それがファンたちの期待に依頼ら,られなかった場合、逆効果を招く可能性もあります。従って、 彼らは常にバランスを取りながら、新しい挑戦を続けていく必要があります。最後に、ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼ら自身の努力だけでなく、ファンたちの熱心な支持によっても支えられていることを忘れてはなりません。ファンたちは、彼らの音楽が持つ力を信じ、その成長を見守り続けています。そして、そのファンたちの声が、彼らの音楽活動における原動力となっています。 これバズるよ、絶対に炎炎炎という言葉が示すように、ファンたちは彼らの成功を確信しており、その信念が彼らの音楽にさらなるエネルギーを与えているのです。これからも、ナンバーアンダーライン愛は新しい音楽の道を切り開いていくことでしょう。彼らの音楽は、単なる流行に終わらず、時代を超えて愛され続けるものとなるでしょう。その成功の鍵は、彼らがどれだけファンたちとの絆を大切にし、 その声を音楽に反映させていくかにかかっています。ファンたちの熱い支持を受け、彼らはこれからも新しい挑戦を続け、さらなる高みを目指していくことでしょう。ナンバーアンダーラインアイの未来は、彼ら自身の成長とともに、ファンたちとの絆の進化によって形作られていくことは間違いありません。ファンの支持は、彼らにとって最大のモチベーションであり、同時に大きな責任でもあります。 音楽業界は常に変化し続けており、新しいトレンドやテクノロジーが次々と登場する中で、アーティストは時代の流れに乗り遅れることなく進化し続ける必要があります。この進化の過程で、ナンバーアンダーラインアイはどのように自らを変革し、ファンたちの期待に依頼続けるのでしょうか。まず、彼らが直面するであろう一つの課題は、音楽スタイルの多様化です。現在の音楽業界では、 ジャンルの垣根がどんどん曖昧になってきており、アーティストは新しい音楽スタイルや文化を取り入れることが求められています。ナンバーアンダーラインアイはこれまで、ポップス、ラップ、そしてダンスミュージックなどさまざまな要素を融合させた音楽を提供してきましたが、今後さらに新しいジャンルやインフルエンスを取り入れることで、彼らの音楽がどのように進化するかが注目されます。例えば、 エレククトロニックミュージックやグローバルな音楽シーンからの影響を受け、より多国籍なサウンドを取り入れることも考えられるでしょう。こうした新しい試みが、ファンたちにどのように受け入れられるかは未知数ですが、これまでの彼らの成功を考えると、革新と挑戦を続けることでさらなる支持を集める可能性が高いでしょう。また、彼らの音楽活動は、デジタル時代の新たな挑戦とも深く結びついています。 SNS やストリーミングサービスの普及により、音楽が瞬時に世界中に広まる一方で、競争も激化しています。ナンバー・アンダーライン・アイは、このデジタル時代においても、その独自性を維持しながら、いかにして新しいファン層を獲得し続けるかが鍵となるでしょう。特に、彼らの SNS 戦略は重要です。これまでのように、ファンとの双方向のコミュニケーションを大切にし、 リアルタイムでの反応を積極的に取り入れることで、彼らの音楽がより多くの人々に届くようになるでしょう。さらに、グローバルな視点で見たとき、ナンバーアンダーラインアイはアジア市場だけでなく、欧米市場にも進出する可能性を秘めています。日本の音楽が国際的に評価される機会が増えている中で、彼らがどのようにして国際的な舞台に立ち、さらに多くのリスナーにその魅力を届けるかが今後の焦点となります。 例えば、英語やその他の言語でのリリースを増やすこと、または国際的なコラボレーションを通じて新たな市場を開拓することが考えられます。彼らの音楽が持つ普遍的なテーマは、文化や言語の壁を越えて多くの人々に共感を呼び起こす力を持っているため、このような国際的な展開も十分に成功する可能性があるでしょう。しかし、国際的な成功を目指す中で、 彼らが日本国内のファンをどのように維持するかも重要な課題です。グローバルに活動するアーティストの中には、国内市場での支持が薄れることを懸念する声もあります。これに対して、ナンバーアンダーラインアイがどのように国内外のファン層をバランスよく対応していくかが、彼らの今後のキャリアにおける大きな挑戦となるでしょう。国内のファンが彼らの原点であり、彼らが築き上げてきたものを守りつつ、 国際的な成功を追求するための戦略が求められます。